はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあまず最初は、昨日もお伝えしましたこの香川照之さんの続報からいきましょうか。どうでしょう、ご覧になったあなたは正直どう思います？僕はもうなんかね、いや別に擁護するつもりはないですね。ダメなもんはダメ、これはもう変わらないんですけども、まあ、なんかもう今更っていう気がするしね、そういう業界じゃんっていうのはもう誰もが知ってると思いますし、まあ香川さんだけじゃないし、いやだからいいって話にならないですからね。ね、ダメなもんはダメなんですけどもね。だってなんだろうな、ね、あ次から次へと、だってもう昔からもう今もそうだし、どうせこれからもこういうのってなくならないでしょね。だからまあそのなんていうのかな、このマジかよ、とんでもないことしてやがるなっていう、そういう内容でこの驚きとともにお伝えしてるっていうつもりはさらさらないんですよ。あ、そうなんだ、この人もかみたいなね。まあ何かしら、そうね、とりあえずこの放送だったりとか CM だったりとかね、この番組降板とか CM 打ち切りみたいなね、まあ社会的なまあ制裁ですよね、まあペナルティ食らうことになっちゃって、まあなった、あるいはなりそう、そんな話がまだまだ続くのかね、どの辺でこのなんかこう手打ちにするのかちょっとよくわかりませんけれども、まあとりあえずなんかトヨタさんがね、けしからんと、なんか違約金8億みたいな話も出てきちゃってますけども、まあトヨタですらというか、まあトヨタがそうだったらまあ他も続くみたいな、そういう流れになっちゃうかもしれないですよね。まあ細かくあんだけ CM いろいろ出ていたね、なんかアリナミンの CM とかにも出てませんでしたっけ。なんかほら、まあいいか。あとはまあその過去のね、この作品ね、このテレビでなんか放送する映画とかさ、っていうのもなんかできるできないみたいなの、そういうの縛りも出てきちゃったりとか、そうね、酒の席でやることだしとかね、いやそういうのはよくあるじゃんみたいな、そういう業界なんだし、そういう業界なんだしっていうのも、なんか僕は別にだからいいっていう意味で言ってるわけじゃないですからね。なんかこの日本社会全体とまでは言わないですけども、まあでも全体なのかな。あんまはっきり言ってね、予算値のことっていうか、もう自分以外の自分とその近しい人へのこの興味も失せてるし、なんかそこまでなんかね、徹底追求じゃないですけども、だってこの業界自体もなんかそういう部分があるっていうのは分かってたと思うしね、でもなんかもう次から次へとね、こんなことばっか、まあ同じ人、違う人も含めてね、ってことはもうなんかどうにかする気はさらさらないわけでしょね。だからまあなんだろうな、でしかもそれを別になんか特番のこの日本社会全体の問題としてなんかこの吊るし上げるじゃないけど、この糾弾するっていうかさね、いやそんなことを許してたらダメなんだみたいな方向にも世論的にもならないじゃん。まあ取り上げてるのはじゃあなんでかっていうとね、昨日もちょこっとお伝えしたかな、まあ、最初から言ってましたかね、なんかタイミング的に不自然っていうか、なんかね、どれも最初のこのね、この、高級店高級クラブね、このホステスさんにっていう、のもそうだったし、今回のなんかこのね、この TBS のスタッフさんにね、この懇親会でっていうのもそうですけども、そもそもがもう何年も前の話で、で、しかもなんかとりあえずその場、あるいはまあその、なんだろう、最初のこのね、セクハラ話は、なんだろう、お店側とも、ね、そのなんだろう、ホステスさんとも、なんか決着ついてるみたいな、まあ根掘り葉掘りの類ですかね、昔の話を今現在どうか知らないです正直、まあ、変わってねっちゃ変わってないのかもしれないし、それは分かんないですけども、昔の話はなんで今頃このね、わざわざこの引っ張ってくるのは、例えばですよ、これが絶対そうだっていうわけじゃないんですけども、なんか日本のこの、もっと別なところ、主にこの政界の方ですよね、
まあ、統一自民党、ね、この統一教会と、ね、うん、岸田統一内閣がうんぬんかんぬんっていう話、なんかそれとなんかこのね、それをこう、まあ、そろそろなんかこの国民もだんだん飽きてきただろうと、ね、想像いつまでも統一統一、うん、そんなやつばっかじゃねえだろう、でもまだちょっとなんか界隈うるせえなと、ね、まあ、まあ僕みたいなやつを捕まえてちょっとなんか一丁、ね、これにかぶして、うん、なんかほら、あの政界のこのね、この不祥事というかスキャンダルを、うん、なんかこの都合悪いもんだから、うん、ちょっともうかわしきれないと、このなんかこうマスコミとこの反日勢にこのなんかいいようにね、やらせるわけにはいかないみたいな、反日勢とは言い切れないか、うん、ってなったらほら、なんかこの誰かしら大物芸能人とかさ、ね、それなりにこのなんかこの女優さんとかさのなんかこのスキャンダル的なのをこのかぶせて、なんかそっちにこのなんだろう、この興味をそらすじゃないけど、うん、なんか今までもなんかそうなんじゃないかっていう話はね、よく聞いた話ですよね、うん、これはどうなのかな、そう言い切れるかっていうとちょっとなんか弱いようなね、いやまあ香川さん程度でっていうつもりはないんですけども、うん、でもまあ正直なんかこの統一話もなんかもうちょっとうんざりし、僕の中ではね、なんか飽きたというかこのうんざりするっていうよりは、まあどっちかっていうともうなんか諦めに近いような、まあ今日この次の動画でも見ますけどもね、もう早速あの、岸田統一内閣ね、岸田統一自民党ね、つぼ党としてはね、二度とこのつぼは買わないみたいなね、うん、統一教会とはね、二度と今後一切二度と関わらないみたいな、そういうなんか絶縁宣言みたいなことしてたじゃないですか。ね、この茂木幹事長も、うん、岸田総理も。岸田総理だってすいませんでした、みたいな感じ。一応格好として頭下げたみたいな。ね、そんなパフォーマンス打ってましたよね。うん、で、どうせパフォーマンスだろうと。ね、無理じゃねみたいな。で、なんかその時も言いましたけども、あれ嘘でした。そこ嘘ってバレましたんで。っていうのをちょっと次の動画で見ていくんですけども。で、まあなんか、うん、そう。だからもうなんか、こういうこの香川さんの話を、なんかそれをごまかすためにっていうのは、ちょっとなんかタイミング的にはまあ、なんていうのかな、微妙にこのずれてもいるし、ちょっと違うんじゃないのかなっていうのは個人的には思いますけどもね。うん。そうするとね、このじゃあ香川さん引きずり下ろして、誰得なのかなって思うんですけども。やっぱりなんかこの嫌がらせというか、うん。なんかこの香川さんの活躍を、まあ面白くない人が、たちが、うん、なんかこのわちゃわちゃとっていう可能性の方が僕としては、僕個人的には高いんじゃないのかなって思うんですけどね。そうするとどこの誰なんですかね。なんかこの役者としてね、なんかこの活躍時期とかさ、なんかそういうのを含めて香川さんのこと面白くない人って誰が一番可能性高いんかな。ちょっとよくわかんないですけどもね。うん、でね。結局なんか昨日の段階ではそのじゃあ復活とかなんとかね、復帰とかなんか、まあこれも時間が経てばね、うん、どうせ多くの国民が忘れちゃうし、うん、しれっとなんか普通にね、うん、なんか新しい作品に出たりとかしてそうですけどもっていう話をね、しましたけども、なんかほらドラマありますよね、テレ朝肝入りね、社運をかけたみたいなこと言われて、あの六本木クラス、ね、僕もまあちょこっと見てるんですけども、これなんかね、続行するらしいですよ。放送し続けるらしいです。何が何でも。まあもうこの程度じゃ、ね、引くに引けないみたいな。なんかあれですね、その統一教会絡みの話と、ね、なんかこの界隈の、ね、いやなんか大したことじゃねえじゃん、みたいな。そうそう、そういう意味でなんかちょっと被るかなっていう気は しなくもないんですよ。ね。だからまあ自民党っていうのはまあ安倍さんを、ね、なんかこう盲信というか、まあ、安倍信者みたいな人たちいるじゃないですか。うん。ね、だから例えばこの補修論客みたいなこと言われる人たちなんかでもね。うん。だからもう、なんかもう、安倍さんのことを信じ、なんかこう、なんか祭り上げすぎた、まあ安倍さんのことをね、うん、盲信しすぎるあまり、信じすぎるあまり、うん、なんかその統一教会の、なんかね、この実態とか危険性とかっていうのは、なんかまあ、見えないっていうよりも分かっててなんかもう知らんふりしようとする。うん。ね。なんかもしかしたらやっぱりね、多少なんか関係なくもないのかな。どうなんですかね。ね。なんかもうテレ朝的にはね、うん。いやもうそんな昔の話だし。うん。いやもうなんかね、香川さんがないとね、今時のこのテレビ界、ね、この芸能界回んないんですよ、みたいな。
まあ一応テレ朝のコメントとしては、ね、もう済んだ話だし、うんね、そもそも昔の話だし、ね、うやむやにしたわけじゃない、ね、なんか別にこの刑事罰食らったわけではない、ね、犯罪でもないし、要はなんかまあなんだろう、迷惑かけた相手、まあ、お店だったり女の子だったり、ね、スタッフさんだったりにも、ねうん、もうなんか決着している話だっていうことで、うんまあ、訴訟沙汰になりかけたけど取り下げられたっていう話でしたっけ、確かクラブのね、うん、だからもう問題ないとね、うん、やるぞとね、うん、香川さん抜きでなんてとんでもないみたいな、で、まあ、あと深い反省とか謝罪の気持ちを表明されておりっていうね、うん、なんかあれですかね、統一教会と自民党のあれとね、このその界隈わちゃわちゃやってる人たちとみたいな、なんかこの動きとね言ってることね、うん、なんか似てるな気のせいですかね、まあいいんですけどね、僕の中ではまあどっちももうね、うん、どうせね、うん、芸能界の芸能人のねこの手のなんか、うん、話はね、うん、今後もなくなることはねえだろうし、うん、まあなんだったら何度も何度も同じことを繰り返す人なんで5万といるわけでしょ、ね、今回はたまたま香川さんだっただけでね、うん、で統一自民党だってね、うん、手切りますみたいなこと言ったってね、どうせ手切れるわけがないんだから、でわけなかったし、うん、おーや、まあいいんですけどね、うん、まあじゃあ今後の香川さんね、とりあえず六本木クラス、もうなんかこのね、この隣近所というかね、割とこの近所のこの通りだったり坂だったりっても出てくるんで、そういう意味でお、あ、俺もここ通ったことあるみたいな、そういう楽しみ方をしてるだけで、別に香川さんを応援してたわけでもなんでもないんでね、うん、とりあえず六本木クラスやるそうです。へえ。まあなんか賛否両論いろいろあるとは思いますけどもね。まあなんか、うん、言いたいことでもあったらちょっとコメントください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。